はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。まあもういよいよ5月入りましたですね。ゴールデンウィークなんて言ってね、まあでもちょっと今のご時世そんなにね浮かれられないようなゴールデンウィークではございますけれども、ただ私が今回あげますね、あつ森集まれ動物の森の動画に関してはまだ4月末ということでね、少し前のね、日になってございます。まあ厳密に言いますと28日、4月の28日から29日の途中までというのが今回の動画でございますのでね、5月の1日にね、実はイベントが あったんですけれども、そのイベントっていうのはまだ収録されていないというような動画になってしまっているんですね。ただおそらく今までの中で一番進んだんじゃないでしょうかね。この4月末オリンピックのコース作りということをね、始めまして、いよいよ本日で、2つ目のコースができます。まあ、2つ目のコースというかもう3分の1ぐらいはできてしまうということになりますから、そう考えるとね結構ハイペースだなということなんですけれども、今回作らせていただくのは前にもちょっと触れました竹林マラソンというね、そういったコースを作りたいと思っておりますので、ぜひどんなコースなのか、最後までご覧いただければなと思います。また住人もね、新しくカエルが来ましたけれどもね、前回おそらく前回だと思うんですけども、本当に今回はね絡みが非常に多いです。住民との絡みが非常に多いんで、そこにもご注目いただければなというふうに思います。では本日の集まれ動物の森24個目かなの動画もどうぞ。気分が悪いなぁ、本当に朝っぱらから本当に気分が悪い。顔もギトギトだし、いやさぁちょっと通販でさぁなんかこう個人で売ってるやつあるじゃん、通販服のね通販のやつでさぁちょっとうるさいか静かにしてもらっていい？こっち腹立ってんの。それでさやり合ってたらさ、帽子買おうと思ったらさ、黒の帽子はね高いんですよ、ちょっと高くなりましたっつうんですよ。僕が買った時はねそれだけでも2000円ぐらい高かったんだけども、他の色よりはね。しずえちゃん聞いてよ、それがどうだよ、蓋開けたらね9000円高くなりましたって言うんだよ。そんなのお前詐欺じゃねえかっつってお前俺言ってやってよ、アメリカ人に。それおかしいじゃねえかよ、返せよって、キャンセルしろよっつって、キャンセルはできないって書いていますみたいなこと嫌がってこの野郎、朝から。それでね今連絡待ってんだよ俺は。もう時とあらば行ってやろうかと思ってんもんね、アメリカまで俺。そっと見てよお前。いや、そうそう、なんか売らなきゃなんないんだけどね。今日のなんか何その服って思われてるかもしれないですけれども、これちなみにあれね、なんか雑誌編集とかしてるとか言うて生きてそうなやつの服っていうテーマ。そんな感じせえへん、なんか俺雑誌の編集長やってますみたいな生きてるやつっぽいやろ。だからなんだっつうんだよっていうね。よし、じゃあもらマイレージプログラムからなんかもう持てますやん。タヌポートをご利用いただき、あ、こちらこそありがとうございます。こうやってねしっかりとねハロたらねくれるやつもね、何タコや。あのねゴッドエキマ男くん、直接言うのは恥ずかしいからメッセージにして送ったの。おう、あのねこの前君が着てた服後ろ前が反対だったよね。ほんま可愛いよな。どうもこんなに腹立ってる時にさ、こいつはほんまこいつだけはお前核落としてでもお前を守ったるから、絶対に核落としても守る俺あいつは。でねここら辺の、そうそうここら辺のやつをこれ売らなきゃなんないのよね、言ってたよね。で今日はちょっとごめん、どういう風な動画のあれになってるのか知らないんですけど、知りたくもないですし、ねさっき竹林マラソンコース作ります。左西側に、作りたいなっていうことと、ほんでね新しくこの右のね今家あるでしょ、ここにカエルがね、なんじゃサムやったっけかなんかいうやつがねこれ出てきてると思うから、こいつともちょっと仲良くなったりとかねしていければなって、ちょっと住人と仲良くなって。あとねもう一個あるのはちょっと売りながら言おうか、住人のあだ名じゃないわ、なんか語尾につく言葉を変えられるらしいのよ。え、おはよう、めちゃいませー、ようこそやな。よっしゃ、ほんだおじさんちょっとまず打っていいか。おお、いいね、高値じゃないか、10万超えたね。これでもまたさ上の方にお前が流しちゃうの、こんなお前流しなんかこう俺買えるか、こう えらい200万とか言われてどうしよう。もうシステムキッチンってまず何ができるかのシステムを知らんねんけどさ、
13万とかも買えへんねんけど、今の時点で買えへんとか引くわ。ちょっとタヌキ、お前引き出し小さすぎるやろ。俺の頭より小さい、頭一つ入らへんやんこれ。タヌキ靴やん、靴しか入らへん。こんなんはね、いらんの。おじさんはな、ノームの置物、いや これはもう色持って、左のやつ気になるな。左のジュークボックスおしゃれやん。ちょっと俺また部屋な、帰ったから。こうタヌキちょうだい。おい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 、ジュークボックスやろ、いいよ。それを2個買うて足して38にしたろかお前。おーいやーお気分やね、今だけやからな。メール来たらどうせまた腹立つから。おじさんは覚悟しとけ。クマのチビちゃんやって。名前でもないね。もうじゃあ買っちゃおう、クマのチビちゃん。クマのチビちゃんは確かにちっちゃいかな。ちっちゃいかなこれ。じゃあ分からない、大きさちょっと確認してんだよ。こっち漏れてる。あ、じゃあこれここら辺も見とかなあかんね。俺これね、いつも見てないけどね、意外といいのあったりすんのよ。ちょまずちょパチンコ台買うていい、これ。これ昨日壊れたはずやから、どうでもええことだけ覚えとんの。おっしゃ、ちょくちょく悪いけど、この動画の中では俺あれやから、連絡が返ってきた、返ってきてへんか。俺は最後にはお前詐欺やねえのこの野郎と、キャンセルだこの野郎っつって俺は返したから。なんか1対1でやり取りできるね、めっちゃええやん。ほんで果物どう超なってますやん。はっきり言おうか、はっきり言うで。おじさんはシュプリームのな、初めてシュプリームのものをな、俺も憧れてたんや。おじさんもな、確かに解消ないかもしれん。おじさんはこんな男だ。だけどだからこそ俺はシュプリームなんかいらんってな思ってたよ。何がええやって。だけどな、帽子ぐらいええやないか。持ったこともないシュプリームをな、ウキウキしながらな、深夜の時間に買おう思ったんや。初めてのシュプリームや俺の。ほんだほんだ、お前黒色だけちょっと高いですねって、ちょっと書いたんで、ね、2000円プラスみたいな。いや分からへん、どうやって払うんだろうな、その何言ってんだろうなと思った。ほんだそのなんかやり取りが来んねん、注文受けたまわりましたみたいな。そっからそいつと1対1で話し合わなきゃなんないんだよ、なんか知らんけど。んだらそいつがこう言うの、ちょっと高くなりますけどいいですかつって。最初はちょっと高くなるって、この額以上に高くなるんですかって俺は聞いたよ。もちろんごめんなさい、ちょっと僕それ使ったこともないし買ったことないんで、このサイトでちょっとよくわからないんですけど、クレジットカードの決済でそれできますかね。もちろんできますよ、9000円高くなりますって言われて。お前どんだけちゃうねん、お前なんでお前商品を元々の商品の額よりも増えてんねん、買うときに。舐めやがってよ。もうこうなったら悪いけど、リスナー全員連れて行こうか、アメリカ。リスナー全員連れて、よっしゃ、かかってこいよみたいな感じで、もう、たった一つのシュプリームかもしれんけど、俺からしたら最初で最後のシュプリームやんけ、お前。やろうやんけ、あいつに、食らわしてやろうぜ、シュプリームを。渾身のシュプリームを俺、叩き込んだら、ほんだ。あ、待って、掲示板なんか、追加されてますやん。どうなってんの？俺開いたらなぁ、俺また5月1日はメーデーだな。もう、日頃の感謝を込めて特別な旅行券をプレゼントするんだって。5月1日から7日の間に案内状に受け取りに来て。なるほど、1枚マイル券もらえるってこと？ほなっていうことなのかもしれんね。今まだ空いてへんやろ、あと9分か。そうやな、じゃ あ考えようか。よっしゃ帰ってきてんぞお前。おっしゃお前できてんけ、キャンセル、取引をキャンセルします。よっしゃキャンセルしますよ、ふざけやがってお前。お前がしたんちゃうわ、俺がしたんじゃ、キャンセルを。何をあなたがわがまま言うからみたいなこと言いやがって。どうも何しろ今日ものすごいおるな人。おいもうなったんちゃう、こいじ考えてる間やったわ、ほらあなったなったほら入ってんけど、よかった。まあ、いらっしゃいやな、ほら。いや、そやん、これ、絹代ちゃん。おい、ありがたいな、思ったわ。普通にそのままが、工事されている額を払えば服を買えることがどれほど幸せだと思ったか。なあ、アナミちゃん。嬉しいな。今日みたいな日はつい明るめの生地を多めに塗っちゃうねんて。うん。もう、試着させてくれるとか、ほんま。神ちゃう、この店。工事された額で服買えるし、試着させてくれねえで。できた。これね。うん。ありがとう。呼んでくれてありがとう、ひねちゃん。うん。まあ、これは皆さんおなじみのね、この世界ではおなじみの万引き吉、粒吉っていうの言いますけど、まあ、お兄さんなんですね、実は。お兄さん、末吉っていうね。
非常にこううだつの上がらないと言いますか、まあ、実はそういう兄を持ってたっていうことなんですね。もう本当に久々に会うことに なるよ僕なるんだよな、もう僕は家族に、はあ、どんな風に僕のことを思ってるやろう、だなだだのだな、はあ、感動のご対面してみる。じゃあ感動のご対面やん。はあ、雨吉つぎちだな、雨吉つぎちすまなんだすまなんだな、もうなあすまなんだな、今までほんますまなんだ。ごてけむとこさ言うたあかんね。全部台無しなるわな。あなんかそこはちょっとあわさんとそういうの学んでいかなあかんね、これから。ほらね、おっしゃ、もう着替えたやけど、一旦そうやな、じゃあ普通の作業しながら、今日ここ入ってるかな、こいつ入ってるかどうか、あ、出歩いてるかもしれへんけどね、サムに挨拶だけしとこうよ、せっかくあの穴場って手に入れた仲間なんだから。あ、いる、あ、いるっぽいな。どんな部屋やねやろ。メガネとかしてんのやばないこいつ、すごいやん。これ一応 これくれへん、この畳、俺この畳が欲しいねんけど、普通に。なんでとこ座ってんの、すごいねんけど。必殺仕事人みたいな曲流しながら、お前ちょっと話聞かせてや。朝から元気そうだな、ダギア。話しに来たんや、うん、あ、かなり活かしてるやろ俺の、あ、この服おい、作ったんやこれ。そう、せやねん、これはたまげたな、お前にその才能があったなんて。せやろ、せやねん、せやねん、せやねん。え、もう、うん、何も言うことないねんけど。うわ、この布団とかめっちゃ欲しいねんけど、これ。うわ、めっちゃええやん、この布団。どうこれ。めっちゃええわ、このこたつとかさ。俺、こたつ、これ座れんの。うわ、やっぱめっちゃええねんけど、これ届いてへん。ムズムズしとる。結構あいつはインドア派なんかもしれんな。じゃあ他の人の挨拶しに行くか。たこ焼きは、たこ焼きを、そうや、なんかメールからくれてへん、あれ連絡。おう、来てるやん、生感強い服着てるやん。どうした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 、何それ、トウモロコシみたいな、トウモロコシみたいなやつ持って、どこ、なんかあげようか、たこ焼き。たこ焼きにな、せやな、オレンジあげるわ。じゃあオレンジ、ほらどう、これレアやで、ここにの島にないねん、オレンジ。おう、くんくんくん、いい匂い、うん、花なんかあらへんけどな、だからお前はタコを守れ、うん、ベースボールキャップくれねんて、うせやん。なんでこんなんくれてんやろ、こいつつけてみる。うわ、持ってるやつやん、もう。いや、どうした ?56、うん、とっておきのプレゼントがあれて、とっておきっていうぐらいだ、もうとっておきや、ほななあ。ピンボール大手、これはちょっと待って、ほんまに嬉しいかもしれへんだな、もう。どう、うわすごい、ほんまにピンボール台やん、これ。これプレイできんの、これ。あ、プレイできる、ほら。お、すごい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 、ほら勝手動いてる、勝手動くやん、ほら。ってことはプレイできひんやん、これ。おっしゃ、ほな、よくしていくか。ここら辺ちょっと変わったでしょ。でもパッとこうね、こう上にヘルメットを並べてみたりとかね、入り口にこういう風な装飾をしてみたりして、結構なんかこうガチャガチャしてるっていう感じがいいでしょ、たまなくいいでしょ。あ、いいんちゃう、これ、ほら、これはいいよ。おー、いいね、いいね、いいね。おー、いや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 ーって顔する、いやいやーって顔するわ、ほら。一生しっくりこん、その顔変えよう。もう実はここがね、私の秘密基地なんですよ。ここでいつもね、顔を変えたりとか、服着替えたりして、で、あえてまた絹代ちゃんの店行って、今着替えましたみたいな風にしてるから。たまちゃん。あの、人気アニメ番組から、今日なんと本日はたまちゃんが出てきた。ありがとうございます、本当たまちゃんね。ずっとやっぱね、ちぃまる子ちゃんの信用を務め上げてきましたよ、この年になるまで。ずっとやってきました、彼女は。いや、本当にね、彼女こそよ、やっぱ彼女こそ日本の未来を背負って立つね、学生だよ。たまちゃん、たまちゃん絶対顔の幅がおかしいよ。いいね、たまちゃん。よっしゃ、二つ目の黒いチューリップや。よっしゃ、どうしたん、何話してんの。何嬉しかった、何嬉しい、何お世辞言うてもったん、お世辞言うてもったんか、うん、
大の声で褒めた。お世辞言うてもうたんか。うん、ファッションリーダーとしてこれからも、うん、あいつがファッションリーダーってやばいね。ファッションモンスターってどっちかっていうとファッションモンスターだったね。知ってるみんな。この狭いなんとかなんと、壊してなんとかなんとと、なんてやな、ふみちゃん。うん、ふみちゃんファッションリーダーやな。鉄火巻きなんか身につけられるのふみちゃんだけやもんね。ふみちゃん、そんなことよりな、ふみちゃん賭博せえへん？賭博しょ。うん、私お魚の自由研究をしてねんって。今は海の魚をいろいろ見たいなと思ってるんです。そこでお願いなん。おうおう、海の魚なら何でもいいのに釣ってきてもらえませんかって。任せてよグミちゃん、そんなもの。おう、海を持ってきてあげるよ君に。よっしゃ、そうと決まればもう片っ端から釣り上げていったら何がいいと思う。やっぱでもさ、とはいえこっちも厳選してあげた方がいいんじゃないかな。しょうもない魚なんか渡して自由研究してもさ、アジなんか釣れた日にはさ、ちょっとなんかね、惹かれないでしょ自由研究。全然魚おらへんの今日に限っては。グミちゃんにこの魚、これちっちゃすぎないか。グミちゃんにはほらもう一発目で来るもん。うわ、こんなもんこれは自由っていうか普通に研究すべき存在やからな。タツの落とし子って言ってるし、もう嘘やもん。そのタツは本当に落としたのかどうかっていう研究をしてほしいよね。落としたやったら返さなあかんしな、そもそも。そうやろ、わざと言いて普通の魚釣らせって。なんやねん、スパイダーマンネットかかってるみたいな柄。どうや、こういうやつや、こういうやつ。鈴木だけはごめん、まっぴらやけどな。鈴木だけは研究してほしくない。まあ、逆に研究してほしいかな、絶滅させるために。ほら、太陽これや。やっぱこれでしょ、グミちゃんには。グミちゃんの色ともぴったりだもん。グミちゃん、グミちゃん、ほらグミちゃんごめんな、自分の故郷みたいなところにいるの申し訳ない。魚持ってきたよ、グミちゃん。うん、早く見たいですって。見たいですです。これやん、グミちゃん見て、これタイ。すごいやろ、タイじゃ。そうやねん、そうやねん、そうやねん。いいんでしょうか、こんな貴重な。いや、もう構わないよ、グミちゃんっていう存在、グミちゃんの命が貴重なんだから。うん、構わないよグミちゃん。その代わり君の命をもらうけどね、グミちゃん。うん、俺を、うん、何、もともと用意してくれて、それがあげたいかったからあれなんじゃないの。ああ、ブロックチェックのパフスリーブやって。何言ってか分からへんね、もうね。何言ってか分からへん。服って言うてな。嬉しそうな顔して、ほら見て、うーって嬉しそうな、カモメみたいな、逆カモメみたいな目して、ほら、ブロックチェックのパフスリーブ。まあ、パフスリーブって腕のことでしょ。これ女性もんの服やと思うんですけど。ああ、なるほど、持ってるやつや。おっしゃ。でね、しずちゃん、しずちゃーん、なんかみんなの口癖を変えられるっていう話をね、うん、おはよう、聞いてんねんけど、こっちでちょっと耳に入れたんだが、冬眠についての相談なんやけどね。うん、ちょっと困ってるってほどじゃないんやけど、なんとかしてほしいの、ちょっとしずえちゃんに。うん、困ってへん言ってるやつやから。そう、このたこ焼きのね、口癖が気になんねん。せやねん、せやねんって言うから、うん、なんかやっぱそのオレオレ詐欺とかに引っかかるんちゃうか思って、直接たこ屋さんに、うん、注意して、ほな、ちょっと。おう。たこ屋さんに、そうそう、口癖改めてもらって、うん。え、それ、それ言う、俺、前に何回か、これ、実は3回ぐらいやってるけど、変えられたもうたことないんですよ、しずえさん。申し二体とかどう？じゃあ、申し二体の口癖を、口癖をね、が気になんねん。服も、全部気になるわ、服装も気になるし、余命も気になるし、そやねん、そやねん。それは、注意してほしいわ。うん。うん。口癖を、うん、そうそう、改めて。連れてこい、今、ここに。それ俺、話つけてるから、ほな。よっしゃ。これで、しずちゃんに言った後に、俺はどうしたい？もう一回話しかけてみたらいいんか？ほな、住人に。何してんの、そんなとこで。何してんの、申しに対して、そんなとこ。出てきたいんか？出てきたいんだったら言うてな。うん。調子どうだよ、ノーじゃなくてな。シャンクの、ところ、うん、ちゃうねん、ちゃうねん、いや、ちゃうねん、ちゃうねん、話がな、しずえちゃん、しずえちゃんだからさ、たこ焼きおる？中に。あ、たこ焼きおるやん、中に。ちょ、たこ焼き、ちょ、口癖、お前、しずえちゃんから連絡来へんかったか？たこ焼き、なあ、たこ焼き、うん、ちょ、ごめん、申し訳ないな、座ってなんかしてるとこな。うん、また来てくれたんだね。うん、だからせやねんじゃないねん、せやねん、あらへんねん。ん？マイル、うん、
溜まってへんしな。そんな話してへん。話を返して、しずえちゃん、しずえちゃん、しずえちゃん、しずえ、話が違うやんか。うん、気軽におっしゃってて、お前は気軽に言うとあかんねんで。うん、困ってるからさっき来たんやろ俺は。しずえちゃん、まだ俺を困らせるつもりかお前は。いや、だから、たこ焼きをな、うん、たこ焼きのな、口癖を直せ言うてんねん、言うてんねん俺は。うん、よくない口癖を使ってるわけじゃないけど、口癖を変えたいって言ってんねん俺は。うん、私の方からって何よ。俺の方からやれってことか。よろしいんですか。じゃあちゃうやんね。お前言うてること分かってんのか。なんでここに俺が座ってんのか分かってんのか。お前ちゃうやんけ。他にも何か相談じゃなくてな。お前ほんま話分からへんやつやの。何やねんその耳、機能してんのかお前。だからな、たこ焼きの、お前がな、だから口癖をな、じゃあ悪い声荒げて申し訳ない思うで、しずえちゃんにや。いつもまあ優しいお世話になってし、やけどな、しずえちゃんが注意してくれるって責任持って注意してくれ、そうやろ？口癖改めていただきますねって言うたな、今お前。言うたな、おっしゃ。ほんならそれで、この忍者取ったぞ、お前。たこ焼きちょっとな、お前口癖を変えてる、お前。いや、ちゃうやん、だから。せやねん、やらへんねて。おう。褒めんなよ、お前、急に。ちゃうねん、そういうことじゃないねん。お前のな、お前がせやねん、せやねんって言うてな。こっちはお前が、俺詐欺にでも引っかかるんちゃうか思ってな。うん。なんでお前、そんなに人を幸せにできんねん。ちょっとした話で。うん。みんなお母さんからメッセージカード届いたやて。一緒に送ってくれた服着てみたら、ちょっと小さかってんて。もしかして大人に近づいた。うん。もうお前は責められへんわ、俺は一生。そんなお前センチメンタルな話ある？お母さんとってはない、今でもお前は子供やねん。大きくなってないままでいいねん、お母さんの中では。やからお母さんは送ったんや、お前に服を。やけどお前にとってはちょっとちっちゃかってん。でもそのちょっとちっちゃい服やからなおさら意味あるやん。なんてお前、ええ話すんねん俺に。もうそんなん言われたらこの玉もやることないわ。悪いけど、もう竹林マラソン作るわ今日こそは。よっしゃ、じゃあ俺頑張るわ。みんなの夢背負ってるとこあるから。よっしゃ頑張ろう。ほな俺今から嫌なことします。ほな。なはっきり言う。そんなはっきりめんどくさい公言する。よし、まず第一に、ここに坂を作ります。これね、あ、いいじゃないですか、ナチュラルな。そこにこれを決めちゃいます。で、ここのお金をもう先に払っておきますね。なんで埴輪なんやろ。どういった理由で埴輪にしたんやろこれ、任天堂さんは。思わん？埴輪である理由なんて一つもないねんで。せやろ、地肌に優しいかもしれぬ。ほらまた新しい歌詞できた。どんどん新しい歌詞できてきてねんで。現状今最近で言うたら、今のと花山薫に握られてっていう歌詞もできてるしな。花山薫に握られてやから、これどうつなげていくかがもう難しいね。これはね、ごめん、ちょっともうやめるやつ出てくるかも途中で。これこの時点でもうギブっていうやつ出てくる。ちょっとだいぶ難易度上がっていい。ちょ、おじさんの厳しさ見せるわ。ここ逆にクリアできもうあれなんちゃう。もうここでほんまに大きな波乱が起こりそうな感じするわ。今のここに至るまでにコースいっぱい作るわけなんですけど、もちろん柔道ゾーンも含めてね、時間の差が生まれてきちゃうこともありますやん。でもここでもう大一発大逆転ってことがありえそうな。これはひどいわ。ちょっと待てよ、これはひどいぞほんまに。もうこの時点で見えへんもん。もうこの時点で見えへんもん俺作ろうとしてんねんで。見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだぐらい無謀なことしてんだよ俺今。よっしゃ、ここまで揃うてるからな。で俺はこっから何していくかって、ここが入り口なんよ。この向こうのコースからここまた未設定やけど、こっからこう入ってきて竹林マラソンコース入りました。この竹の間を埋めていったりします今から私は。で例えばな、例えばこうやん。こうすることによって、こう向こうからこう入ってきて、こっち行こう思ったらこう行けへんと。もちろんここに竹が刺さってんのよ。これ一回竹刺したのか？もうほぼ見えへん状態になるから。なんでやねん！ええやん！ドン！ほら。これ。この状態で、こっちにもまた葉っぱ食うねん。ほんでこっちにもまた葉っぱ食うねん。だから、
これ非常に見にくい状態になるわけ、この竹で。だからこのみんなが入ってきた時にはもう ここの状態なわけよ。なこれでいけるかいけへんか分からないけど判断して、あこれいけへんなみたいなことをずっとこう繰り返していくっていう。この時点で鬱陶しいもん。もう俺が作ってる時点で鬱陶しいもん、はっきり言うて。この鬱陶しさ、これが君を襲うねんで。えっていうかちょっと待って、みんな、あえっていうかちょっと待って、俺音なしで撮ってた、これ音なしで撮ってる今。うわちょっと待ってや、もう音切れてたんちゃん。うわ最悪。ちょっと待って、音どっから音切れて、最初からマジで。申し訳ない、それは。ちょっと最近なんか勝手にさ、マウスとか切れたりとかデバイス切れたりとかそういうことがあって、それやな多分な。申し訳ない、まずい。竹が全然足らんわ、これはまずい。半分ぐらいしか今竹が足りてない。俺足りひんから、ほんだ竹集めにマイル、まあ今ちょっとマイルあるから、ほなマイル旅行行くかね。え3回ぐらい行って竹だいぶ確率低いぞ。でも1回目久々に見たやんなあ。竹言うたんやけどな俺、ロドリー言わへんかった。ここはもう竹じゃないもんね、どう見ても。こんなお前南国の離島に来てまでな、ヤシの実を拾わなあかん玉の気持ちになってごらん。せやろ、かわいそう玉ちゃん、主役にもなれへんし。ただ目が悪いだけでな、かけてるこのメガネのせいで頭賢いと思われるしな。そういう今まで散々嫌な思いしてきてんねん玉ちゃんは。それやのにやっぱりね、この世の中はね、真面目なやつほどバカを見る世界なんですよ。いい加減気づきましょう、もう。そう思いませんか、そうは思いませんか。衆議院議員選挙でようかな俺。なんで議員2回言うたんやろ今俺。もうその時点で受からへん。衆議院議員ってなんかジャキン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 みたいな、なんかそのもう名前自分が受ける選挙の衆議院議員選挙ちゃうの。でも衆議会議員選挙か、なんでもええわ別に。いけへんし。無人島って何をもってして無人島なの。例えば日本の人口が全員死に絶えたとしたら無人島なんのロドリー、それはっていうことになんの。人がいた痕跡があってもっていうことになんのロドリー、それは。何でもいいから竹の島連れてってくれへんか、頼むわロドリー、ほんまに。なんかお前淡々とよく説明できるよねその状態で。俺このとこ来たいって絶対言ってないもんさ。なんか最近寝ても寝たりんねんな。ずっと寝てたいねほんまに。ずっと寝てたいは言い過ぎやな。でもこう眠さがな、なんかこう消しかけてくんねんな。どうだいっていう交渉してくんねん俺と。いやまあ今起きた方がええやんな、そりゃ起きた方が、今やった方がええと思うよ。やけどどうやろう、今のその眠たいお前の頭で物事を進めた時にはかどるかな。交渉してこうへん、なんか眠さという魔物は。まあ確かにそう言われたらそうかもしれんけど、でもやっぱ今この時間に起きてやっておいた方が後々楽できる。いやそりゃそうやで、そりゃそう眠ね。その今お前の言うてる5分をお前はじゃあ秒単位でちゃんとやんのか。例えば今お前が5分寝たとして、このまま5分だけ、たった5分だけ寝たとして、その5分が後にお前が今から作業した方が楽になるっていう作業の間に5分たりとも余裕のないような、そんな作業の仕方でお前はできんのか。どうせそこで5分休むことがもしあるんならば、別に今ここで5分寝ても一緒なんちゃうんか、ちゃうねむか。まあそう言われればそうかもしれんけど、でも変にこれで寝たら俺1時間寝てしまうこともあるしさ。そうね、眠ね。それはでもお前、それはお前のあれ眠ね、あかんとこ眠ね。だけどどうやろう、1時間寝る必要のない人間が1時間寝る眠だろうか。え、どういうこと。いや逆に睡眠が足りている人間はそんなに寝ないんじゃない眠か。今お前が1時間寝るってことは寝不足なのではないねむか。
ああ、なるほど。すっきり寝られてへんってこと。そう、ネムよ。その調子ネムよ。いつも負けるもん俺。その交渉に入ったらもうほんま交渉上手やねん。もう一人の睡眠欲の俺。俺あの時やったら多分誰でも勝てるんちゃうかな。高嶋ちさ子よりも俺言い合えると、言い合い強いと思う。子供が学校行きたいとか言い出してるもんな最近。それすごいと思わへんのに。逆に自粛自粛になったら子供ってそうなんだよな。俺なんか一生行きたなかったけどな、ほんまに。英語、親がちっちゃい頃英語の勉強なかったけど、英語の勉強も今追加されて小学生って全員6時間らしいで、知ってた？みんな悲惨やな。もう小さい頃から6時間とか。俺中学校1年の時マジ衝撃走ったもん。初めて入学式行って、入学式の時はよかったよまだ。そのなんか新しい先生、担任の先生いるやん、数学の先生やって。その数学の先生も面白い先生でな、先生は怒らせたら怖いぞって言うだけの、全然怖くない先生やねん。めっちゃお前やねん。どう見てももう小動物みたいな顔しとんねん、男やのに。やのに言うねん最初に、めっちゃ鋸りながら、先生は怒らへん人ほど怒ったら怖いですって言うねん。犯罪者の言い方やねんそれは。いや、あの人普通の人を見たって、心のりにさ、ここ見たやん1回目に。なんで3回のうちでこんなあんまり見えひんとこかぶることあんの。あるやろ。でもあの人は、いや、そんな言うにはみんなが挨拶しっかりできる人っ子だったんですけどって言って、ご近所さんの話によるとみたいな、そういうことを言うてくる人やん。何するか分からへんぞ俺はみたいな、俺は切れたらもう何するか分からへんみたいな、まあ、そんな話じゃなくてな。初めてそれでこう中学校1年生になってや、まだ友達とかとクラス一緒やったかどうかみたいな話してる時にやで、その時にバーってこう時間割表見た時の衝撃やばかったんだけど、火曜日と木曜日に6限があるっていうことの衝撃、マジちょ稲妻走ったもん俺体に。マジか思って、ちょっと立てへんかったかもその時俺ぐらい。それがもう今の小学生もう毎日やねん、毎日6時間やってるねん。すごいな、俺より頑張ってるって。もうなんでこんなに。でもさ、新しい島にロドリーを連れて行ってくれへんの、ほんまに理解できない。エヴァンゲリオンのストーリーぐらい理解できるちゃうで。別にそれはな、生き物が絡んでなければそうは思わへんの俺。意志があるやん、意志を持ってやってるわけやろ。ここに連れてきてんねやろロドリーは。どうそれ、あいつの意志に俺は振り回されてんの。納得いかへんわ。スイカが果物じゃないっていうぐらい納得いかへん。なんですよ、なんか練習してんねそういう何々っていうぐらいを。例えれば選手権するじゃん、例えれば選手権。なんか例えれば選手権っていうか、なんかもうすでに決めとかなあかんねこれ。もう帰るわロドリゴ、一旦な。なんやねんこのタヌキ、なんでこんな可愛いねん、なんでこんな愛おしいタヌキがいいねん、ほんま。ご飯にかけて食べるラー油ぐらい好きやわじゃそのな、無理にするもんちゃうわみんな。はい、おはようございます。皆さんおはようございます。ただいまのしまうましましまの時刻は、4月29日水曜日の午前10時39分です。今日は特にお知らせはありませんね。週も半ばになりましたんで、後半も元気に過ごせるように無理はなさらないでくださいね週は半ばやから無理はすんなっていう、そのすごいよね、ロジックがすごいわ。よっしゃ、じゃあね、今日は、ああ、今日もほら頑張ってふざけてるやん、これ いらない3人組やん、いらない3人組がほら、お、ついにお前、この玉に武力行使とか決め込んでるのか、お前ら。ただ今日はね、竹が足りてないから、竹をちょっと取りに行きたいなって思ってるんで、それしか覚えてない、ごめん。おう、あ、じゃあ、服着替えない。やっとたまちゃん卒業か。たまちゃん好きやったけどな、俺。みんなどれが一番好きやったやろね、今までの服の中で。俺やっぱ牛野がもうええて MSSP は。だからお前好きやの MSSP なあ、行ってこいほんなお前ライブ勝手に何そのことって、どうしたんどうしたん。よっしゃ、ほんな今日こそはもうめちゃめちゃすごい、もう超えたるわ。今日は今までの過去を超える、私やろ、これできたね。これはすごい。皆さんもうパッと見てわからんわからん、これ寝る前の前これ
あの皆さん大ヒットした映画テルマエロマエの寝る前です、これ。だから寝る前ロマエってことで、どうひねちゃん今日いいでしょ、これいいわ。ゴロはお前できちゃってベイビー師匠よりもいいかもしれへんっていうぐらい俺好きやけどな、寝る前ロマエ。キャラとかはないけど一個も。あ、もしいたらいるやん今日。うん、いらっしゃいませってね、ありがとう、おはよう。これでもさ、真ん中のやつとかすごい気になるんだけど、これ何？俺これ持ってるんちゃうかな、かな、バルーンから降ってきた。そう、手回し俺が持ってるわ、俺バルーンから降ってきたんよ、これ。これほんで何？これ高いんか、こんな作る。アンティークなコンソール、はい。コンソールってどういうこと？え、なんかそれあれな、え、ちょっと別にどうでも機能がないもん買いたくないんだけど、これ。え、こうた、グミちゃんほら、グミちゃんめっちゃ可愛い、見てほら。もう俺グミちゃんにやったらストーカーしてもいいわ、グミちゃん。うん、お会いできて嬉しいですって。なあ、なんかあげようか、グミちゃんに。なんか下手に飾ってほしくもないねん、俺グミちゃんの領域を。俺なんかしたくないねん、まあ、無難に桃かな、ここは。グミちゃんほら、桃。うん、まあ、桃ってかわいい、遠慮なくいただいちゃいますね、ありがとうございましたですって。うんうん、650ベルならありますって。もう今持ってる額を全部出せないで、今グミちゃんは。すごない ?650 ベルならありますっていう、ならありますって。俺がセビったみたいに言うのやめてほしいけどね、グミちゃん。ちょっとそうなってくると話変わってくるよね。あ、待って、うわ、お前虫売るやつじゃん、違う？うわ、久々や、お前、お前待っててん、俺。お、あらゆる虫と虫の関節を愛してやまないやつやんな、お前な。オッケー、こいつや、こいつにね。いや違うねん、違うねん、みんな、なんかだ、散々言われたんや、お前にあいつが来た時に、このね、ヤドカリは虫に入るんだということらしいんですよ。で、そのヤドカリを3匹1回渡してみたらどうなるか見てみてほしいなって言って、これちょっといいか、お前に見せていいか。うん、所詮俺たちには虫のすべてを知ることなんて、うん、知りたくもないもん、俺は。悪いけど、お前と俺は悪いけど、もうほんま逆におるで、俺は。絶滅すればいいと思ってるから、虫なんか。最悪人がこ滅びてもや、滅びたって構わない、俺は。うん、ヤドカリこれは燃える。作品作るために3匹もらうけど、おお、もちろん構わないよ。始末してくれ、俺の最後ヤドカリを。クククわかる、わかるぞ。俺の魂は喜びの青い炎に包まれて燃え上がっている。グミちゃんだいぶ邪魔そうにしてるから、お前どけてあげてなあ。あ、郵送すんの？あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと俺もグミちゃん邪魔してみようかな、これ。出られへんようにしちゃおうか、グミちゃん。うん、グミちゃん怒った。グミちゃん怒ってるんですよね。私怒ってるんですよ、ごめんね、グミちゃん。グミちゃん、わかりました、謝ってくださったんですから、もうこれで。めっちゃ可愛いやん、もう一回したい。腐るほど怒らせたいんだけど。カエルは今日、あ、カエルな、カエルね、よう引きこもっとんの。結構インドア派なんやね、やっぱカエルは。全然俺のいつもの時間に。あー、カエルなんか作ったらだいぶ変わってるやん、なんかここになんか置いちゃって。え、一度こだわり始めると凝りたくなる将軍でな。せや、何してんの、何してんの。粘土のおもちゃやって、難しそうに見えるかもしれないが、こういうのは気合と根性で。あ、そうな、粘土のやつ、ちょ、俺に教えてや、じゃあ。よっしゃ、粘土のおもちゃ、どんなやな、粘土のおもちゃって。これ一番上に、うわ、作る前や。あ、そう、作る前作ってる、こいつやばない。でもほら、あの顔と、すごいわ。お前寝る前寝る前で俺写真撮ったろうか、ほな。久しぶりに写真撮るわ。どう撮っても撮りにくいな、お前。あ、ええわ、ええショットやん、ほら。似た者同士やんな、お前と俺は。この体のバランス見て、めっちゃええわ、ほんまに。なんであのカエルのグッズとか売らへんねん。ちょっともしかしたら商売のとこセンスないんかな。
人間童貞ちょっとあれやね、あれやけどな、出過ぎたこと言うけど、たこ焼きおはよう。うん、遊びに来てこい。そう、遊びに来たよ、君のために。君、あげようか。なんかこれ半袖ワイシャツとかおいらんか。これ着てみ、ほな。だいぶ生感強いからない、今。うん、ひょっとして、そうそう、半袖ワイシャツやで。いいもの、あ、そう、嬉しいの。うん、着替えちゃう、着替え似合うよ、似合うよ、君には。うわ、全然似合わへん、びっくりするほど似合わへん、どうしよう。おお、すごいやん。なんか世間話でもできひん。うん、僕ね、早くこの島の子たちと仲良くなりたいんでって。だから君のこともいろいろ、ああ、もちろん聞いて構わないよ。おお、なんだい、それじゃあ。うん、スポーツとか興味ある？やるのはもちろん見るだけでもいいし。スポーツは好きだよ、僕はね。卓球、バレーボール、水泳は別にどれでもいいな。それ以外かな。卓球、別に好きってことではないかな。どんなスポーツが好き？総合格闘技ちゃうじゃん。総合格闘技。そう、総合格闘技。そうです。調べん方がいいと思うね。な、そんなんもできんねんな。俺そんなんやったら、なんか今までの選択肢も自分で打ち込めたら打ち込んだらよかったな。まあ、どこに来てくんのか分からんけど。一個も口癖だも好きだよな。ワンチャンあるか思って喋ったんやけど。おっしゃ、今日は竹の島にちょっと行かしてほしい。竹島やな、だから。うん、竹島を俺のものにしたいと思ってる俺は。もうあれ、あの、もう揉めるぐらいな、俺のものにするって。で、どうや、武力で行こう。俺らのこの動物たちの力で。うわぁ、世界中から動物が集まってくる。それこそワニだ、カバだ、もうライオンだ、なんだ、うわタコだ、リスだな。ナイス、さすが、お前ほんまよ、分かってる。神ヨドリー、お前は今日神と化した。お前はでかした。こんなことありますか。一発目でですよ、一発分のマイルしか溜まってない一発目でもうすでに竹の島を引いちゃうっていう。ただね、果物を今俺持ってないっていうアンラッキーさは否めないんやけど、この果物を竹クノコンと、なんて、竹の子とヤシで補ってな。これで完成やわ、ほら。いやー、本当にありがたかった、ロドリー、ありがとうね。これは助かったわ。初めてちゃうかな、ロドリーが。初めてっていうのは言い過ぎやけどな。でも言い過ぎてもいいと思うわ。初めてお前は役に立った。ありがとう、ロドリー。おっしゃ、みんなできた、一応。ちょ、ごめんな、文体不明の臭いからちょっとあれやねんけど、これはお前ややこいとこできたわ、ほんまに。こん中に、だから、あれとか出てきたら俺最悪やわ。化石とか出てきたら最悪やけど、とにかく今やれることはやったかな、竹林マラソンに関しては。よっしゃ、お下屋さんを、お下屋さんをね、これ使ったりして。まあいいじゃない、ちょっと色合いはクソ悪いけどさ、この下屋さんとかこれ使うことによってね、こっちに進んでくださいっていうな。おしたらいさんとかどう？おしたらいさん、俺おしゃれやと思うねんけど、これどう使うかっていうとね、こうやろ、こういう感じ、ほら、こういう風に道案内していくってどうやろ。ちょっとちゃうかな、なんか。いや、このなんかちゃう感が俺やん、やっぱ俺らしさやん、一つの。おい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 、なんかちゃうけど。例えば、設楽さん、これやったらどう？これ、ほんま不透明にしたいねんけど、こうやってやったらどう？だいぶサイクリングロード感出たな。いや、こういう実践入れてみるってどうやろ？これでちょっと見やすくなったりせえへんかな。ああ。何やっても違うな、なんか。まずこれ緑置くやろ？で、この緑が地面のあの緑にちょっと近しい色合いにして、でもちょっと見えますよみたいな感じに、あ、これぐらいの感じに。これでどうやろ、草の上に新しい白鯛さん、設楽さん、全く見えへん。どう、全く見えへんねんけども。あえてここで下書きさんを挟むっていうのもどう？それはそれで俺手やと思うねんけど、ちゃうな。もう結局これでいいや。
これで、ちょっと右側に、ね、新しいコースといいますか何といいますかですけれども、なんか浮島でもありながらというようなコースを作りました。これまあマップで見た方がいいかな。ちょっと高さがあるボコボコしてるのもあるんですよ。ボコボコしているところもあるし平たいところもあるわけですよね。これどっちに行ってもらっても結構です。これもう一回今、まあ、別に今言う必要もないけれども、この私のコースっていうのはね、基本的には丸投げです。だから用意ドンって言ったらあなたが好きなように思うように行ってくれ、お前が思うできるだけの速さでクリアしてごらんっていうのが俺の公式なんです。ルールなんていうのは私はねあんまりない方がいいと思ってるタイプなんです。だから、まあ、この柔道ゾーンからももちろん基本的にはそうなんですけど、どういう風に行ってもらってもいいんですよ別に私は。だから、例えばどう言えるかな、こういう風に行ってもいいし、でこの高飛び棒を駆使してここら辺からビョーン飛んでもいいし、さあなたの自由なの。好きなようにしたらいい。ただアイテムをこうやって変えたりとかしなきゃならないんです。この時間をどう取るかよ。それをロスト取るか、それともこっちの速いと予知して取るか。だからこっちの方もそうなんですよ。別にこの上の方をピョンピョンピョンで飛んでいって、もちろんゴール行けるようになってるし、下を降りてもうても、まあ迷路みたいにはなってますけど、もちろん行くことはできるんです。あなたの思うクリアの仕方をしてくれたら別にそれでいい。最終的にゴールに誰が一番早く着くかよ。ただ各セクションの中にあるある一つのゾーンは、ね、ルールを守ってやってもらうしかない場合も出てくる、まあ、だからっていうのもあんのよ。だからこういうところに水通らしたりしてんのよ。これ水通らせることによってこのはしごが使えないでしょ。これを私はうまく利用してるんですよ。いちいちこのなんていうかな、この下にこうやって丸太も置けてるでしょ。これもそうなんですよ。はしごを使えないようにしてるってことと、これ最終的にこの 今いる俺のこの竹林コースのゴールは右側の坂を登って左側へ向かっていくんですけど、左側へ向かっていった時にね、この入り口からもしはしごで登れちゃった日にはもうすぐにゴール行けるでしょ、竹林マラソンをクリアせずに。だからここに水を設けてるんですよ。こうやってジャンプして飛び越えることもできる。もちろん坂の向こう側からこの右から左、じゃあ行こうか、こっからね、もちろんこっからこれ飛び越えることもできますね。これがやっぱりね、こういう構造を考えないといけないっていうのがちょっと、時間かかったっていうところかな。マップで見てもあんま分からへんけど、まあ、とにかく竹林構造はこんな風になってるとこういうことですね。最終的にこの竹林構造こういう風に抜けてきたものがね、さ一番でここを抜けてきたものがこれ最後のコースのところに出れると、まあ、ここはちょっとごめんなさい違うんです。私が行けるようにするだけなんです。ここから続いていく最後の直線ライン。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日はね、まあまあ竹林マラソンコースっていうのが一応大枠完成したと、あとはまあデザインを煮詰めていくだけかなっていうのはね、まあ、これ全部に対して言えることなんでね、最後にまとめてデザインは良くしていこうと思うんですけど、ただもう今回はね、やっぱ寝る前ロマエの衝撃もありましたしね、やっぱグミちゃんの可愛らしさ結構ぎゅうぎゅうに詰め込めれた、そんな28から29日目だったんじゃないか。実はでも次回ね、29日まだコース作ったんですよ。でもね、やっぱここにそれを入れちゃうと、もうコース1個作るというのをこれ入れちゃうとっていうことでね、だいぶ長くなってしまいますから、なんで今回はここまでということでね、終わらせていただきましたけれども、まあ次回は次回でも5月に入ってまいります。実はね、29日から30日、そして5月1日と、そこをちょっと追いつければなと。また5月1日はイベントの日ということですからね、5月からまた新しいイベントが始まるということですから、そのあたりもちょっと収録してね、再び、コミコミの動画作れればなと思いますので、もしよければ次の動画もご覧いただければなと思いますと言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。またよろしければ次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。